輪島港では地震の影響で海底が2メートルほど隆起し、およそ200隻の船が港から出せない状態が続いています。故障を防ぐため定期的にエンジンを始動させる必要がありますが、海底の隆起でエンジンが砂を吸い込む可能性があり、作業ができていませんでした。こうした中、日本中小型造船工業会では日本財団の支援を受けて輪島港で船のエンジンを点検。今日は海女漁で使用される磯入り船を中心に点検し、作業員がカメラを使って給水口にゴミが詰まっていないかなどを確認していました。半年ぐらいもう浮かべとるんで、ちょっとね、やっぱ機械の調子とかも不安なとこもあるんで、大変ありがたいですね。今後ね、海底調査とかも多分あるもんで、まあ、そんなことに使う、まあ、前準備っていうか、そんなんでちょっと点検を兼ねてやってもらいます。日本中小型造船工業会では今年中に輪島港のすべての船の点検を完了する予定です。